パリ五輪柔道女子5 2キロ級に出場した安倍歌パーク24が17日深夜放送の日本テレビ系ゴーイングスポーツニュースに出演まさかの敗戦を喫した試合を振り返った2回戦で結果的に金メダルを獲得したディオラケルディオロはウズベキスタンに敗れた番組で流れた VTR を初めて見たと言い投げられる前に いけるって瞬間に入って足を前に出した時に来られた。自分の動きを徹底的に研究されていたなと思ってた。ショックというか何が起こったのかすぐには理解できなかった、と振り返った。再度対戦するとなった際にどうするか聞かれると負ける前の自信を持てるかと言われるとわからないけれど、自分に自信をつけて戦う時は怖いと思うけれど、恐怖に勝った時に、 できると思って戦いたい、と気丈に語った。開戦後、観客席にいる家族のもとでおにぎりを食べる姿も話題になった。食べている最中の会話は、あまり覚えてなくて。おにぎりを食べるのに集中してた。結構泣いてたと思うので、お腹すいて。美味しかったです、と笑って流した。兄、ひふみが66キロ級で連覇を果たした瞬間の涙は、 8割くらいは悔しくて。兄が優勝したのは嬉しくて安心感があったんですけど、自分があの舞台に立てない、横で一緒に金メダル取りたかったなという気持ちが大きかった、と話していた。